皆様こんにちは。ミュージカル「エリザベート」でオーストリア皇太子のルドルドフを演じますタテイシュトシキです。で初めてこのミュージカル「エリザベート」を見た時は、えー、DVD で見たんですけれども本当に美しい音楽であ,のあっという間の、えー、1幕2幕でしたそして改めて、えー、2回目見た時はしっかりこう内容にこうフューチャーして見ることができたんですけど こう美しい音楽とは裏腹にすごい悲劇的なあの内容だったりして、でも悲劇的ではあるんですけど、この美しい音楽とともに、えー、見ることによって、まあどこかこう惹かれてしまうなかこうエリザベートならではの魅力があるんだなとすごい思いました。まあ生まれながらにしてあの皇太子という立場というか、えー、それを背負わなきゃいけなかった。 というところでは、まあ、やっぱり自分とは全く逆というか、うん、普通の人は経験しないようなあの幼少期の、まあ、お母さんと一緒に過ごせなかったりとか愛情をですね全部素直に受け取れないというかそういう環境の中で育った悲しさとかあそれでもあのルドルフは力強く生きていこうとする姿が かすごいはかなげで自分がこの役を演じる意味というかこのルドルフを見ていて改めて自分が人生の中で大事にすべきこととかそういうものが見えてきましたのでまあ本当にルドルフ大切に演じたいなという気持ちでいっぱいです。グランドミュージカル僕にとってはえ2度目の挑戦なんですけれども すごく素敵な作品で素敵な役を頂い,いて、まあ、本当に今回もまた稽古場に入って、えー、今はですね家で DVD D とか過去の作品を見て、えー、勉強している最中なんですけどまた稽古場に入ってまた新しい悩みができてそれから劇場入りをしてまた劇場も僕にとっては初めての帝国劇場ということもありまして嬉しい気持ちもありますしその分 頑張らないいいととうううかそういう気持ちもありますので、まあ、本当に稽古場そして劇場で感じるものをまた自分が、えー、役に乗せて、えー、演じていかなきゃいけないので、まあ、本当にこれからきっとたくさん大変なこととかでもその分やりがいもあると思いますので、えー、演じることがとても楽しみにしています。ミュージカルエリザベートに出演が決まりまりした えー、ルドルフというすごい素敵な役をいただいたわけでこれからたくさんルドルフに向き合ってそして作品の中で、えー、ルドルフというかけがえのない存在を演じることそして作品を通して皆さんに、あのー、少しでも心の中に響くものを届けられるように僕はルドルフとしてしっかり生きていきたいと思います、えー、劇場でおお待ちしております。